か一生懸命来てくれる人はすごく嬉しい人ね。で、あのこう知らんぷりしてさ、こうやってはいやってなんて、そう全然やる気ない人もいるんだけど、あの一生懸命ねこうやって来てくれるとすごくいいよね。自分がこれ安定ね、どういう形でも自分が安定してて、相手こうやって相手やったらぶつかっちゃうから、これだからぶつけないのね、ぶつけない方法で、こう来たらほら自分が安定してんだけど彼は安定、自分の力で崩れちゃうっていう、そういう風にやりたいのね。だからそこにいたんじゃダメなの、目標相手がこう掴んでくるところにいたんじゃぶつかり合いになって、その何グラムで立ってるか知らないけど相手はね、で自分は1キロで5キロでってこう調整してるでしょ、ここでですと、ところがいなくなっちゃってるの。でいなくなっちゃってると、こうやっていないんだから、ほら、ね、いない手いないって、それを彼5キログラムで来るかなって、こうやって5キログラムで彼の想定通りやっちゃダメなの、ね、その想定を外してるの、こうやって、そしてこう自分が安定しててこういうね、そういう、じゃあやりましょう。この手、僕の問題としてるのはこの手で、本当に問題としてるのはこういうね、この次の手とか次の蹴りとか攻撃、彼の攻撃が嫌なの。だからここにいたんじゃやられちゃうんだから、だからこっちへ入って、彼の死角ここ、そうすると振り返らないとできないの、彼はね。こうやって入られちゃったら、これ振り返ってこなきゃいけないの、力こうやって持ってるからね、そう振り返っていくよ、でボカってくるのね、普通は。でもボカって振り返ってきて、いいよ、それ来たらこういう風にできるようにやりたいわけ、いつも安定していたいわけで、彼が来たんだけど死角に入っちゃったの。そしてこのまま手を出していけばこういうなるのね。彼によって自分が安定、なんだろう、自分が影響を受けないように、だいやいないんだって、いなくなっちゃって、それでこうだから自分は全然彼関係ないの、自分が彼のいないところ、ね、死角に入って、それをこう出してきたの。そしたら彼いたんだよ、ここにね、たまたま、ああいたんですかって、そういう感じなの。だからこれこうやってやっちゃって、みんなこうやって、ここの競い合いじゃないからね、ここじゃない、僕は重心考えてる、彼の重心だから、こうほら重心これできるんだよね、自分が安定してれば。あ、ここ意識しちゃったらできないよ、これで、なんかこうね、やられちゃうんだから、やられちゃうんだよ、こうやっつけていこうとしたらやられちゃうの。だからやっつけようとしないでこうに入った、そしてこのままこう出てきた。やっつけようとしてないから、やっつけようとしたら競争になっちゃって、こうバーンってくるよね、やられちゃうよね。やっつけようとしてないで四角に入っちゃったの。そして彼をやっつけようとしてないの、自分の安定のことだけ考えてるの、そういう感じね。じゃあ上ちょっとやってみましょうか、どうぞ。こうしましょう、あのみんなこうやって手こうやってやると手気にしてしょうがないから、これみんな気にしてんだよね、この手なんかやりたいのね。これ手やめちゃって なしにして手だけ出すので、知らねえよって、そういう感じ で彼はだから手使わないの、手使わないで、はい、こうで自分が安定してる、そういう風に気にしない練習だから、気にしないの。それでたまたまこう振りかぶってきたの、彼がちょうどこう掴んでくるんだよね、で掴んできてなんか攻撃してくるの、攻撃して攻撃、ほら、うん、攻撃してこないと、攻撃してこないでこうやってやってらさよならなの、さよならで安心で全然ありがとうってバイバイって、そういう感じでしょ。でも攻撃してくるから次の手ね、次の手ほらこう次の手こう次の手、だから最初の稽古としてはこうやってやらないで、こうやってやらないで、こうやってやらないで、あ気にしねえんだよって、そういう感じ、そうそういいよ、それに、ね、で最初の稽古ボカッてやられちゃうから、これこのままいったらやられちゃうんだけど、いなくなる練習だから、いなくなる練習だから、こう来ていなくなる練習、そしたら次来るよね、待ってたら。でも、ま、これ稽古だから、ちょっと待っててもらって、でこういなくなる練習だけ、これだけ、それを普通の格好、これ最初やりましょう。それから
掴んでもねやった方がいいかもしれない。じゃあやりましょう。どうぞ。この次はじゃあさ持ってもらってね、持ってもらって。でもここに行っちゃダメなの。さっきと同じでここに来るの。でここ気にしないの。気にしないでこういうふうに入ってるの。そうすると手があるんだよね。手が。で上から出すのこうやって。で自分のこうやって伏せる感じ。ね。こうやってやって、あやべえって。でこうなってきた。したらこうなっちゃったよね。そういう感じなの。で、うまくなってきたら、だってやばいからね、こうやってやらないで、こうやって落ち着いて、こうやってこうやってこうやって入ってる、入ってくる、倒れちゃうね。で、僕は何もしようとしてないんだけど、彼女は勝手に倒れたっていうのにしたいわけ。僕の力でこうやっていながら、やってないんだから。僕は自然と歩いていったらこうなっちゃったの。ほら、全然。何もこの手なんかやってないね。ただ歩いていて、いいとこ歩いていったって、そういう風にしたいわけ。だから、それは稽古だからね。みんないろんな人いるから、いろんな人と稽古して、こう、ね、まっすぐ。それで、ほら、歩いてちゃう。歩いてちゃう、倒れちゃったの。何もしてないんだけど。そういう風にやってほしいわけ。で、そこに場所を探してほしいわけ。いい場所。なるべく自分がリラックスして、相手に関わらないで、なんていうのかな、そういう場、いい場所もらう。いい場所、ね、こう来て、四角もらって、まっすぐ、防いでるの、この手。この手で防いでるの、あ、やべえなって、これ、次、なんか来るの、ね、やばい。で、こう、ほら、出てきたの、こうやって。そういう風にやってほしいのね。だから気にしないでね、こういうとこね。それの練習だからね。投げる練習じゃないから。まあそういう話。じゃあ、上、今みたいね、上みたい。じゃあやりましょう。前に一撮りゲームって言ったんだけどね、一撮りゲームなんですよ。一撮り。あ、じゃあ自分の位置はどう、相手の位置はどう。で、一撮りゲームだと思ってた方がいいのね。それやってるつもりでいるの。で、位置が悪かったらボカってきちゃうの。これ位置悪いから、これ。で、彼女の視覚だと位置がいいでしょ、ね、で、こうやって上げてくんだけど、位置がこの位置で、この位置で彼女の上げたければこう、ね、こうなっちゃうの。でも位置がいいとね、こうなっちゃって、ほら位置が全然だ、位置を手の競争じゃないからね。位置の競争なの。ここほら、位置、手の競争じゃないの、これ。全然。だから位置取りゲームだって僕は言ったんだけど、そういう話だからね。そういうつもりでやった方がいいの。それじゃないと寄りかかって、彼女のこの手を基準に、寄り所にして、こうやって倒したくなっちゃうから、寄り所は関係ないの。いなくなったらいなくなったらいいの。いなくなって、関係ないでしょ。まあ、自分もまっすぐなったな。まっすぐになった状態で歩いてきたの、ほら。いてもいなくても関係ないの。位置取りだから。それじゃないと投げっこになっちゃう、投げ合いになっちゃう。力でね、投げ合いで、位置でやっつけてるってのは、位置でいい位置もらうの。いい位置で、今はこうね、今は四角入ってこうね、位置もらってね、今度はじゃあいいよ、こう位置、こっち行きたいんだけど、今こうつながってこうやったんだよね、こうやって。今度はこれ邪魔だな、この手と後ろに、ほら同じでしょ。こうやって来て、こうやって出すの同じだよね、やってることはね。さっきあったの、その手も出したままこう来た、いい位置来たの、こういい位置で向こう来たのね。で、今度はこの手邪魔だから、目の前に手があるのが邪魔だな、そういうふうに。そうするとこういう技ができたのね。たまたまこう邪魔だ、ほらこういうとこ自由、全然こう投げっぱしてない。こうやって昔はね、こうボカってこう羽織ったりしたの、鼻つぶしたりとか鼻の骨折れたりやったんだけど、今はこうね、邪魔だから、これ邪魔、これ邪魔、これで邪魔、邪
邪魔なんだよね。で彼女がボワってこの邪魔してるから来ないんだけどね、こうやってやってからほら来ないよね、これほら来ないよね、これで邪魔だからほらこっちに出してくる、その瞬間に出てきたの。でこうやってやってるのと同じ、じゃあちょっとうちがやってみようか今みたいなね。はいどうぞ。あの入り身でも転換でもいいな。最初はねこう転換こうやってやってでこう転換して、それからこう後ろ入ってきたのね。で今の僕のやってるのを思い出すと、このまま来たの、このままこう入り身でこう入ったの。でこの手が邪魔でしょ、邪魔だからいなくなってこうやったの。でも転換でもできるの、こうやって転換して、でこの手邪魔でしょ、この手こうね、彼女は自然的にはさ、僕がこっち来ちゃうと彼女はあいなくなっちゃったってなっちゃうんだから、そしたら彼女はこっち振り向いてくるの、こうやってこうやってボカってこうで蹴りとか来るの、あこっちね、そうそう、だからこうやってやってやった時に、あ振り返ってくるのを利用してこういうふうに入ってきた。あの詳しくは言ってないんだけど、そういう話だからね、あのなんていうのかな、彼女の自然的な反応っていうか防御反応とかそういうのを利用してる、それで技が成り立ってるから、で最初のうちはそういうこと分かんなくていいけど、もうあの結局はそういう話だから、転換でも入り身でも関係ないの、こうやってこうやってこれでこね、次もしくはこの手くるくるくるのね、分かってるので、こっち来れば必ずこっち向いてくるんだから、ほらこっち来て向こうへさよならって言って向こう行っちゃう人は少ないんだよね。やっつけようと思ってこうやって持ってきたんだから、でこうやって行ってこっちいなくなったら、ああいなくなったら この手よりどころにしてやっつけたいのね、でこう殴るとか、だからこう出てればできないよね、これこれ手出されちゃってるから、ほら腰回せないの、こう出しちゃってのおへそが向こう向いちゃってんだから、こう手出ないよね。でそこのところ捨てられちゃったの、これ捨てないでだけど捨てられちゃったの、そういうふうに捨てられたことある人はよくわかるって僕みたいにね、まあそういう話まあそういう話だから、入り身でも転換でもいいの、転換でもいいの、転換だと場合はこういうふうに捨ててほらね、じゃあ次ねあ今こうやったでしょ、こうやってこれ捨ててこうやったのね、今度つなげとくの、つなげといてこっちから今こっち入ったんだけど、こっち入ってくるとこうつながってるとこうなっちゃうの、同じ技なの、こう来てこうやったのね、こう来てこっちからこうに前に入ってくるとこうなっちゃったの、一挙の形なの、これは難しいけどいろんな感覚があったんだけど、こう来てこう入ったのがこっちへ入ってたの、でこの手はこっちから入ってたの、こういうふうにそういう勢いになっちゃうので、ね、こういうふうに場所を作ってあげて、まあそんなこと言わなくたっていいんだけどね、普通は今はこう入った、今度はこっちから前にこういうふうに入ってきた、こうそうするとこうなっちゃう、でこう今の中に入っていく形と一挙の形は同じだってこと、後ろに入るか足が後ろにこう入ってきたか、こっちにこういうふうに入ってきたか、それに違いだからね、こっち来た時にこれできないの、人の前に行ってボカッてやられちゃってこう刺されちゃうからね、だからこの手をこっちからこう今はこういう形、今度はこういうふうにやってるの、こういうふうに、そしてこっちに入る、こう前にこうでこう、まあ難しいけどね、じゃあ一挙少しやってみようか、ね、じゃあ同じ感じで正面打ちね、その正面打ちは基本これで、僕らやったのはなんだろう、まあいいや、まあこうね、こう、その正面打ち、こう上がってきた時にパッてこう入るの、こうね、場所取りで後ろにほぐれちゃうとあーってなった、こうで表いけないの、
行き場ないの。だからしょうがないからこうやって入ったの。そしたら裏なんかそれでそういう話だからね。もう何度も言ってんだけど、動画でも何度も言ってるし、一挙の説明と塩投げの説明と、なんだっけ、こけ、なんだっけ、入身投げが、入身投げの説明なんてもう散々もう100遍、200遍、300遍わかんないけどさ、やってんだけどね。まあ何でもいいや。で、一挙は洗脳技なの。だ上がってきた時に出てなきゃダメなの、こうやって。本当は、ここは、場所。これ遅れちゃったら裏に入るしかないの、これ。こうやって、こうやって。後ろにね、入るしかない。でも、線でこうやって上がった時に入ることはできるよ。これは線の技で、後ろに入ることもできる。でも、遅れちゃったら失敗した。あ、失敗して遅れちゃった。そしたら裏しかないってことさ。で、それを表にやってくからみんなおかしくなっちゃって、こうやって来てるのに、こうやって、こうやって。行かないんだよね。審査でもね。で、大体やってるのは、この技でやってるから、稽古は。分かりやすいから、この技。打たせて、はい、打ちました、受けました、それで出ましょうか。これ表は出れないの、本当のこと言って。だから、上がってきた時に出てるっていう、そういうふうにやりたいわけ。本当はね、あの稽古の時はね、そういう意識でやってほしいわけ。で、表やるのは上がってきたのを見てるの。で、これはゴブゴブ。これゴブゴブ。本当はこれよりも早くやんなきゃいけない。自分から打っていって、それが洗脳技だから、ね、だからね、上がってきた時にはもうそれを見てて、上がってきた時にはもう出てるって、そういうやりたいわけ、うん、そのなんていうのかな、それがみんな打って、あ、これからスタートだから、表できないよこれ本当はね。まあ審査だからできるかもしれないけど本当は上がった時にこうね、こう出てる、おいおい、そういう意識してちょっとやって、あの正面打たせてこう出てるね。そしてこうちょっと行き場がなくなって彼女倒れちゃったな。ほら僕がこう場所もらってたから、もう彼女の行き場を作ってあげたら、ほら全然崩れないんだけど、彼女の行き場取られちゃったの。あ、僕が彼女の重心取っちゃったから、重心って彼女の場所をほら ないように動いちゃったからね、ほら崩れちゃった。僕は何もしてないんだけど彼女は勝手に崩れちゃった。そういう風にやってほしいわけ。じゃあ正面打ちでちょっといろいろねやってみましょう。どうぞやってください。今どうしたんだっけ、今こうね、こう正面打ちでこうやったのね。でこれ今正面打ちは前から入ってきたの、こういう形で。でこういう形でも、あ、やめたって、こういう形入ってもいいよ。そうするとこうなって後ろもらえるからね。場所の競争だったけど、場所なのね。で、こう打ってきた。ここね、場所。こういうとこ。と、彼女は何もできない。でも、自然防御反応としては、これ緩めて、ボワーってこうね、こういうのが来るとか、この手で来るとか、足が来るとか。自然とそうになってんの。だからここ入ってはいいけど安心してちゃダメ。すぐやんなきゃダメ。こうやってすぐやるの。入ったらすぐやる。こう来るんだから。こう やっちゃうの。やっつけちゃう。だから立て直す前にやるってのは、ほら武道の基本だからね。相手が立て直されちゃったらもう一回仕切り直してやんなきゃいけないんだから。だから崩れてる。入った瞬間にこう、ほら。こうやってんの。で、場所取りでんだからね。場所取り。入った瞬間に場所取り。場所。そうすると、転換の、今転換のようにやりましたけど、そういう形。で、転換、形。形は転換の形なの。だから、こう入ったら転換する。そこ。ね。これが普通の形。で、先生によっては下、こう入って、下に落として、とこう壁があるの、ここがね、ここがある彼女、ほらこうね、壁、ここ壁、そう、ここ行くと、ほら何もしてないんだけど壁にぶつかって彼女は自分で倒れちゃった。そういう風にやってんのね。これこの間
交流会やってるのでこうやって落としてきて壁やんの、ほら壁にぶつかっちゃったの、そしてこういった、そういう感じですね。いろいろ入り身も投げもいろいろ考え方とかいろんな傾向方法とかあってあるんだけど、ね、こっちから入ってもいいの、前の方から、あ、やめたってこう入ってもいいのと、こうなるね。それから打ってきたの塩投げみたいにこういうふうに、それから入ってきてもいいよ、ほらどっちでもいいの。だからそれは本当は相手によるの、本当は相手によって相手がこの肘ね、肘を制するってのはすごい大事、あの武道の基本だから、肘は必ずこうね、あ、こう入ってくるわって来るの必ず。だからこう来た時ほら止めてんの、肘、そして入ってんのこっちで、ポカッてやってんのね。まあそれはもっと上手くなってからってから、まあ最初からそんな肘なんて気にしてないで、でまず後ろに入って安定してること、安定、四角に入ってんの。彼女は何にもできません、僕は何でもできます、そういう状況で転換で場所を作って、どうぞこちら来てくださいねって、こうそしてボワッて出てくるっていう、そういう形で、これが普通の形で、出て行ってくださいねとかここどうぞっていう風に気持ちがないとできないのね。こう打たせて、あ、ここにありますよ、どうぞ来てくださいって、それでこうやって場所、そういうつもりね。じゃあやりましょう、どうぞ。意味投げ、今度じゃあ正面打ちでこう入ったのね。で今までこうやったりとか、なんだっけ、あ、こうやってやったりとかで、ちょっと気がついたのはね、意外とみんな彼女こっち向いてるのにこっち向いてるんだよね、自分はこっち向いちゃダメ、まあ、全然意識がなくなっちゃうから、この手見たいの自分が、だからこういうふうに同じ方向見るの、彼女と同じ方向、これ基本だからね。こう彼女は向こう行って僕はこっちじゃないの、彼女と同じ方向見るってのはすごい大事だから、こう来たらここに見てんのといるよね、ここにで意識の中に入ってる、これは意識の外、意識の中に入れておくのね、意識の中に入れてで隙間作ってボカっていつでもできますよって、そういう状況ね、やってほしいのね。あ、そういう話で、今度はこうね、こう待ってればボカってくるのほらね、だから後ろもらったらすぐこうに入るの、そしてこうね、武道だからね、やられちゃったら終わりなの、ブサッと刺されたら終わり、死んじゃったら終わり、だから生き残るため、これは別よ、これこうやってやってボカって殴られても我慢して次の一発やっつけないんだからね、ほら一発やられても全然平気、あ、平気じゃねえけど、スタミナ奪われちゃうかもしれないけど、あーって苦しいなって思ってもボカってやったら やっつけるかもしれないよ。でも武道だからね、あ、武道ってまあいろんな武道あるんだけど、我々やってるのはこうやって持ってボカって刺されたら終わり、やられちゃいけないの、一瞬たりともそれはやられちゃう、だからいつも気がついて、彼女のいつもやられないっていう、そういう状況、ずっと自分が勝ってなきゃいけないのね。何でその話だ、まあいいや、しょうがないね、こうね、しょうがないそういう話だから、これこうやってやって反撃のためこうやってやられちゃってるんだけど、これ反撃するためにこうやってやってるわけじゃないから、もう初めから自分の初めからそういうこう来てね、したらこう来たらこっちからでもいいの、こうやって一挙みたいね、でもこう来てこの手が来たらこう来て、これ一挙でもいいよね。そういうことを想像してるってことがすごく大事なの、形通りやって形通りこうやって、まあ、形、まあ、正面打ち、まあ塩投げは大体固まって持ちなんだけどさ、まあいいや、こうやって来てもさ、
ね、こう来てきたらどうしようかとか、こっちの手が来たらどうしようかって考えてんの。でこっちの手来たら、こっちの手来たらありがとねってもらって、おう一気やればいいなとか、こうやってやってきた時に腰この力抜いてピョンってこうやって来たらなんか違う後ろ入ってこうやって襟見なきゃやっちゃうとかさ、いつもそういう隙のないようにしておきたいわけで、レベルによって違うんだけど、なるべくそういうことや考えてるっていうのは必要なの。だからいつもこう見えてるところね、全体見えてる、こっちは見えないから、これ見えてないよ、これ自分の体がね、だからこうやって全部見えてる、だからこういうふうに入ってる、入ってるの、そういうふうにやってほしいのね。そういう話、まあ塩投げいろいろあるからね、こうねボンってやってもいいよ、こうくるだからこうね、こう裏入ってもいい、でもこっちからこう入って、これが塩投げの形だから、この手をこうやってこれ例えばさ伸ばされちゃうと彼女は嫌だからね、あこう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 壊されちゃう、壊されちゃうね、ボキッて、だから嫌だからこれこうやって曲げてくんの、曲げてくんの、曲げてくんの、こっち曲げてくる人もいるし、このままこう曲げてくる人もいるんだけど、で曲げてくるから、じゃあこっちから前ネクストここに入ってる、そうすると塩投げ、そういう話、いろいろいいこと言ったんだけどそういう話ね、でそうそうそう、そう、それを利用してこう投げるって、そういう話ね。じゃあやりましょう、塩投げ、はい、で今こう来てこうね、こうやったの、これ近いの、近い、近いのね、近い、ここ来るかもしれないけど近いの、近いから、近いくてやったので、これがこうやって離れてくると、あさよならっていう途中でやったら小手返しになるの、同じ技なの、四方投げとね、四方投げと同じ技、こう来たんだけど、これがこれが今近いよね、彼女とね、でも離れてるの、こうやって同じ技でしょ、こう来たの、こう勝手の格好見て、こうほら同じ格好だよね、こうほらさ、位置が違うだけ、さっき一度リゲームだったんだけど、位置が違うだけ、こうやってやったら、なんだっけ、こうやってやって、こっち入ったら塩投げなの、こっちからよいしょってこう、ああさよならって言う途中にこうやって来たら、なんだっけ、小手返しなのね、位置が違うだけだからね、こう来て位置が違うだけ、ほら位置が、位置が、さっきはこっから近いの、近くてボンで近くて回ってきたの、今度は位置が離れてる、こうで上から下ね、こうこうやめてほしいのはね、こういうのね、こう横じゃないの、まっすぐここね、こんにちはって、こんな感じ、こんにちはって、こう自分の中心で、中心でこんにちはって、こんにちはって、こんにちはって、こういうふうにやってほしいよ。じゃあお手返しやってみましょう。じゃあ最後で呼吸法やりましょう。あ、その前にね、ちょっとあの小手返しとかそうなんだけど、みんなね、自分がいい位置で、位置取りだって言ったんだけど、いい位置で待ってんの、あの技やる前に、でちょうどいい位置に来るように、ほらちょうどいい位置なので、自分がこう変わってくるとちょうどいい位置なの、ほらちょうどいい位置、ちょうどいい位置で、ちょうどいい位置だから、上から下のことしたの、それだけなのね。それをこうやってさ、俺んとこ来いよってこうやってやってないの、だから打たせてんだけど、打たせた時にちょうどいい位置に来るように、ほらさばいて、自然とほらへその前に来てんだよね、だから無駄がないし、なんていうのかな、こうやってやってる、いや腕力でこの彼女をコントロールできないんだから、で自分がコントロールできるよね、だからちょうどいい、自分のちょうどいい位置に来るように自分をコントロールして、ちょうどいい位置に、ほらこうね、そうにある、それが練習だからね、あのそういう話で、だけど競い合うなとかなんかいろいろ言ってんだけど、あ位置取りだとか言ってんだけど、ちょうどいい位置に自分が動くっていう、そういう話だから、じゃあ呼吸やりましょう。呼吸、呼吸もこうこれこういうところぶつけて、彼女の強いんだよね、やられちゃうんだよね、だからいやいや、やられた時にほら自分はなんていうのかな、
ここで競わないで、ここで競ってないの、関係ないの。ほらほら、それでなんていうのかな、まあ難しいだけどね、難しいからやりましょうか言ってもしょうがないから、じゃあやりましょう